静岡製機のもみ麦用乾燥機にスピーディー&セーフティーエコの新製品が登場。ドライゴン SSE シリーズ、遠赤タイプには SSE EL30 から EL50 まで5つのサイズ、熱風タイプは SSE GL30 から GL40 まで3つのサイズをご用意しました。SSE シリーズは従来機より速くて安心、しかも省エネを実現する乾燥機。還元率 1% でも安心乾燥の新システム、乾燥速度監視システムを搭載。定期的に最適な乾燥温度、速度を算出制御し、安心かつ安全な乾燥運転を維持する最新のシステムです。さらに搬送能力を向上。張り込みは毎時14トンになり、従来機に比べ 7% 性能がアップしました。排出パイプの口径を 125mm に拡張、毎時11トンの処理が可能になり、排出動力は 20% アップを実現しました。 SSE シリーズの全タイプに高効率な射流式ファンを採用。遠赤タイプは穀物量に最適な風量を自動調節する省エネ制御で、灯油の消費量を最大 25% カット。環境に配慮したエコで経済的な乾燥機です。SSE シリーズには3つの新機能を装備。1、大型液晶パネルで穀物量や設定がさらに見やすくなりました。ドライゴンアイも進化。より詳細なグラフを表示します。プロ農家様のご要望にお応えして、これまでの乾燥データなどの履歴を一覧できるようになりました。バックライト付きのボタンとダイヤルで夜間の操作も簡単です。 2. 乾燥スピードもお好みで設定可能。3. さらにもち米、酒米、ビール麦モードも増設し、7種類の穀物選択ができます。どなたでも簡単にお使いいただけます。4つの乾燥モードでお好みの乾燥を実現。安全安心を重視した標準乾燥。大切なお米の食味と発芽率を守り、種もみの乾燥にも最適な食味種子乾燥。お好みの温度を設定できる手動温度乾燥。標準乾燥時に比べ送風機の回転をおよそ 20% ダウン。夜間に運転しても大変静かな静か乾燥。これまでの水分計を一新。従来機よりさらにコンパクトになり、作業を妨げません。正確な温度補正を行う穀温センサーを新たに搭載し、さらに停止精度が向上しました。配信方向はお好みの位置にセットできます。配信システムにスリット網を採用し、もみを飛ばさず細かいゴミやホコリを除去します。射流式ファンは後ろ方向4通りの取り付けが可能です。SSE シリーズは快適な作業をサポートする機能が標準装備。側面の大型ワイドホッパーは左右どちらでも選択が可能。オプションの前張り込みホッパーを使用すれば、正面からの張り込みにも対応できます。 SSE シリーズは簡単掃除機能を搭載。実際の手順に沿ってご説明しましょう。 1. 上部スクリューの掃除レバーを開けてください。
2. バルブ掃除ボタンを押してください。循環バルブが反転して残穀を除去します。3. カブスクリューの掃除レバーを開けてください。4. ホッパー内の掃除窓から熱風炉にたまったゴミや残穀の掃除が可能です。SSE シリーズは早くて安心、しかも省エネを兼ね揃えた高機能な乾燥機。皆様の乾燥調整作業のお役に立ちます。ぜひ SSE シリーズをご検討ください。